オーバーザリミット大阪工業大学。僕自身こう負けず嫌いなので、最後まで諦めたくないので、最終的には物として作った時の達成感って、それがあるからやめられないというか、今僕が行っている研究はベッドとかノートパソコンとかも多分自分で組み立てると思うんですけど、今までは作業指示書を使って組み立て作業を行ったりであったりとかしてたと思うんですけど、紙をピラッて見て次の工程でまた組み立てていくっていう作業はとてもこう効率が悪いなと思っていて、スマートグラスを使って組み立ててる最中に作業指示の内容が切り替わるようにすれば組み立てずっとできるなと思って、筋肉の電気と回転運動を使って作業内容が変更できるような研究を行っています。どうやって性別も違う、年齢も違う、あらゆる人たちが組み立てた時に次の作業指示に移るかっていうのをプログラムしないといけないんですけど、ネジを回している時にもう変わってしまうというか、工具を使う前にもう勝手に変わってしまうみたいな状況もあったりとか、逆に次の表示に行きたいのに全然表示してくれないっていう場合もあるので、まあ、そういうエラーをちょっと今後は直していきたいなと思っています。プログラミングは全然できてなくて嫌で嫌で知らなかったんですけど、オートパズルっていう知育玩具を作ったんですけど、まあ、ここのデータがこっちに移行できるように Bluetooth でつなげるプログラムを作って、ずっとプログラム見ないといけなくて、どこがエラーなのかとか、どこが間違ってるのかっていうのをこう一つ一つこう確認していかないといけないので、もうそれが最初しんどくて、もう諦めたいなと思ってたんですけど、それがやっと形にできて、ほんまに音も鳴って Bluetooth で接続できたっていうのはすごく達成感を味わうことができました。企業と連携して、まあ、学生数人と一緒になって新しい考えを生み出すっていうクラブの活動です。システムデザイン工学科とロボット工学科と空間デザイン学科が連携し合って提案するっていう、3年生の時は、サントリーと一緒に企画して、まあ、その時はファシリテーターとしてその1年生をまとめるっていう形で参加させていただいたんですけど、メタバースを使って何か新しい飲料サービスが使えないかっていうことでいろいろ提案させていただいて、自分の生活の中でみんなが便利だなって思うサービスを考えるってことはあんまりないので、本当に楽しかったなって思います。ここのその取り組みの特徴的なものとしては、学科横断みたいな、デザインとロボットを掛け合わせるじゃないですけど、デッサンできるような人たちとシステムとかハードができる子たちが一緒になって物事を考えるといい感じで進むんです。お互いの役割があるので、そういうのは RD 学部のいいところだと思います。デザイン思考っていうキーワードが学部全体で使われてまして、ユーザーさんが何を欲しいのかっていうものをその目線から考えてシステムを作るっていうことを特徴としてるんですね。社会出たら答えがないのが普通なので、答えのないところでじゃあそれをどう解いていくかっていうか、特にこれからっていうのはユーザーがどんなものを欲してるかっていうのを知るっていうのと、実際にそれを作れる力って、その両方の力が必要になっていくんです。ものづくりっていう観点とユーザー中心設計っていう観点の2つを中心に教育していくということで、世の中に役に立っていけるような学生に育てていきたいなと。いろんなプロジェクト活動させてもらって、先輩とか後輩とか異なる価値観の人たちと一緒になって、その時その時のその目標に向かって頑張っていくっていう経験があって、もっとこうみんなと達成感を味わえたり、そういう気持ちがすごい湧いてきて、始めるっていうことを億劫に感じることもなくなって、一歩ずつ前へ進むことができるようになったなっていうのは本当に思います。人のために
作れるものはないかとか、そういうものを考える練習をさせてくれた大学なので、そういうことを生かして社会に貢献できるようなサービスを作っていけたらいいのかなと